メルセデスベンツ製の V6 エンジン V 型エンジンは、レシプロエンジンの形式の一つで、シリンダーを左右交互に V 字型に配置したエンジン。シリンダーを水平に配置した180度 V 型エンジンも存在する。V 型エンジンは、直列エンジンよりもシリンダーボアに拘束されずに、クランクシャフトの長さが短縮できるため、特に多気筒化した時にエンジンをコンパクトにすることができる。 V 型エンジンでは2本のシリンダー列を持つが、このシリンダー列をバンクと呼び、両バンク間の挟み角をバンク角と呼ぶ。同じ排気量、非等数の V 型エンジンであっても、バンク角が異なれば、出力特性、振動特性、エンジン音は大きく異なる。直列エンジンのシリンダーを左右にずらしながらも、シリンダーヘッドを一体とした、ランチアや VW の強角。 V 型エンジンも講義では V 型エンジンに分類されることがあるが厳密には両バンクの体になるシリンダーのコンロッドが一つのクランクピンを共有するものを V 型エンジンという。バンク角を180度とするとクランクシャフトを挟んで両バンクのシリンダーが向かい合う。向かい合ったシリンダーのコンロッドが一つのクランクピンを共有する場合は180度 V 型エンジンと呼ばれ。 水平対向エンジンとは区別される。ただし、エンジン外観から区別することは困難であり、講義にはこれを水平対向エンジンに含む場合もある。自動車では、主に多気筒になりがちな大排気量エンジンに採用されている。8気筒以上のエンジンは、直列型では長くなるクランクシャフトのねじり、剛性を高めづらく、また、エンジン自体も長くなり、車体への搭載に制約が出る。 このためクランクシャフト長さやエンジン全長を短縮できるタバンクにシリンダーを振り分けた V 型などのエンジンが一般的となっている。6気筒エンジンでもエンジン長が短く縦置きを後期に兼用できることもあり、直列型に代わって V 型が主流となっている。特に V 型8気筒エンジンはアメリカでは1930年代から現在まで好んで採用されており、 一般的な乗用車のみならず、ピックアップトラックと、その派生の SUV、フルサイズ版、ミニ版などにスタンダードとして広く用いられている。一時は、アメリカ製自動車の代名詞ともなっていた、マッスルカーや、カート、インディーカー、ナスカーに代表される、アメリカのモータースポーツの歴史でも、カクチューナーが歯を競った、ハイパフォーマンスな V8 エンジン抜きには語ることができない。 また、アメリカでは6気筒であっても音に鼓動感のある V 型が好まれる傾向があり、それゆえ、北米市場を狙ったスポーツカーや高級セダンでは V 型エンジン搭載車が多い。海一などフォーミュラカーのエンジンにも1960年代から採用されており、中でもターボ時代や多気筒前世紀を生き抜いたフォードコスワース DFV とその末えは、 レーシングエンジンの禁似灯とされる。2006年から2013年までの F1 のエンジンはレギュレーションにより 2400cc の90度 V 型8気筒エンジンに限定されており、それ以前は10気筒以降は6気筒のいずれも V 型エンジンのみに制限されている。V 型エンジンは他のレーシングカーでも多用されているが、シリンダーブロックを車体フレームの一部として活用する。 ストレスマウントに適しており、フォーミュラカー以外でも、特にミッドシップレイアウトでは採用例が多い。オートバイでは少ない気筒数でも振動を減らすことのできる V 型の採用例は多く、ハーレーダビットソンがバンク角45度の V 型に気筒オフエンジンを採用しており、また横置き L 型配置、V 型に気筒のドゥカティや縦置き V 型に気筒の元グッズなどは、 その独特のエンジン音やトルク感から多くのファンを引きつけてやまないばかりか、エンジン自体がアイデンティティとなっている。ディーゼルエンジンを搭載するトラックバスなどの大型車にも V 型エンジンが採用され、日本国内のメーカーでは、イスズ自動車が PK エンジンとして V 型8気筒、10気筒、12気筒を生産し、同社のトラックや観光バス、路線バス車両に搭載していた。 その後ディーゼル自動車の排出ガス規制強化により、エンジンのダウンサイジングが進み、大排気量の V 型エンジンは淘汰された。航空機では、液冷エンジンの多くに採用されており、特に第二次世界大戦期のドイツ空軍においては、倒立、V 型エンジンが主流を占めた。ありがとうございます。